こんにちは。今回はこちらのイヤホンのケーブルを止めるものですね。ご紹介をさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。で、いろいろ作ってみたんですけども、結構ね、イヤホンがあるんですよね。コントロールできたりするものとか、あとないものとか、あと出先で必要になって、100円ショップさんで購入したものとかが溜まっちゃっていて、で、それをね、ポーチにこう、ポイって入れとくんですけど、そうすると、もうぐっちゃぐちゃになっちゃって、ずっとね、なんか気になっていたんですよね。で、どうしようかなと思ってたんですけど、作れんじゃないかなって思って、作ってみました。あんまり毛糸必要ないので、あまり糸でもできると思います。で、材料がですね、こちらのセリアさんで購入しました樹脂ホックというやつですね。白と黒を私は持ってるんですけど、白の方が13ミリで4組入りで、ちょっと大きいですね。で、黒い方は10ミリで4組入り。これサイズじゃなくって、13ミリが白なのかな ?13 ミリの黒もあるのかな?ちょっとわかんないんですけど、100円ショップさんにね、置いてあると思うので、よかったら探してみてください。こちらはセリアさんの商品ですね。で、黒い方のバーコードナンバーがこちらになります。で、白い方のバーコードナンバーがこちらになります。4組入りなんで、結構作れると思いますね。で、これ縫い付けタイプじゃないので、すごく楽なのでいいと思います。で、まず、こちらのパンドラハウスさんで購入した、ウールブレンド、毛根アイブトラメっていうので作ってみたんですけど、糸の太さはこのぐらいなんですけど、作ってみたら、かぎ針ですね。かぎ針で作ってみたんですけど、これがね、くっつかなかったんですよね。ちゃんとね、読めばよかったんですけど、取り付けに最適な生地の厚みっていうのがあって、約 0.4 から 1.4 ミリなんですよ。で、この頭部分が2から3ミリ出てないといけないみたいで、だから結構薄くないとダメなんですよね。取り付けに適した土地生地の目安。この二重丸のところがキャンバス、ハンプ、デニム、キルトなどってあるので、結構大丈夫かなと思ったんですけど、全然ダメで。で、これと、あと、この、ダイソーさんのレース糸の40番、細いやつですね。生地を厚くして、丈夫にしようと思って、引き揃えて編んでみたんですけど、もう全然、これがね、パチンってこう、ならなくって、で、ちょっとずつね、糸の、太さを変えて、やっていった結果、最終的には、このレース糸ですね。この20番。この細い方じゃなくて、この20番のやつが編みやすいし、あとこのパチンってできるんですね。取り付けができるんですよ。なので、今回はこちらのレース糸でね、作り方ご紹介させていただこうと思います。で、他にもね、作ってみたんですけど、じゃあこれは、作り方の後にね、ご紹介させていただこうと思います。まず、レース糸で作ります。で、この一般的によく100円ショップさんで売られているレース糸ですね。これはもう何色でもいいと思います。あと柄が段染めのやつも綺麗じゃないかなと思います。細編みをしていくので綺麗に模様が出ると思うんですよね。かぎ針は305の 2.3 ミリを使います。とね、2号でも大丈夫なんですけど、2号だと、ここですね。これがね、入らないんですよね。目が狭すぎて。で、それは編み癖によるので、2号でも全然大丈夫っていう方もいらっしゃると思うんですけど、私はね、2号はね、ここ通らなかったので、3号にしています。で、3号でも編み癖きついと、
入らないかなと思うので、これね、一気に編んでこう通すんじゃなくて、もうこのぐらい 1,2,3,4,5 段ぐらい編んだら一回通してみて確認された方が二度手間にならないのでいいと思います。で、作り目がですね、奇数がいいですね。奇数にしないと、このスナップ、ホックっていうのかな、が真ん中に来ないんですよね。偶数にしちゃうと、この位置がね、ずれちゃうんですよ。これね、ずれてます。こういう風になっちゃうんですよね。まあ、気にしなければ全然いいんですけど、うん。これはね、なんか間違え、刺すとこをただ間違えちゃったんだと思うんですけど、うん。奇数がいいですね。で、いろいろやってみたんですけど、7目か9目ぐらいでいいかなと思います。で、これは9目でやってます。なので今回は9目で。これと全く同じものを作ります。と普通に作り目をして細編みなので、できる方はね、どんどんこう編んでいただいて。まあ、9目だと、このぐらいの幅なので、7目だとこのぐらい。で、5目だとこのぐらい。5目だと多分このホックがつけるのちょっとギリギリかなと思うんですけどね。うん。だから、7目よりは多い方がいいんじゃないかなと思います。まあ、やってみた感じ9が私は、いいかなと思ったんですけど。で、作り目ですね。くるっとして。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そしたら立ち上がりが1個。トータル10ですね。で、そしたら今回は短いので、裏山をね、拾っていこうと思います。ここですね。このポコッとしたやつですね。2、3、よいしょ、はい、これで9ですね。はい、これで1段目ができました。で、まず立ち上がって、この糸端ですね。編みくるむと楽なので、編みくるみつつ、2段目を編みます。この根元ですね。入れて、で、2段目はね、編みくるんで1段編んじゃっていいと思います。うん。で、カットすれば。細いんでね、ゆっくりゆっくりでいいと思います。で、そんなに大きいもんじゃないので、ほんとすぐ編めますし、で、パッチンのやつ使えば縫わなくてもいいので、ほんとすぐ気軽にできてね、いいと思いますね。まあね、イヤホンこの先多分、皆さん無線になっちゃうと思うんでね、なくなっちゃうかなと思うんですけど、結構近い将来ね、やっぱどうしても楽ですからね、無線の方がね。もうコードがね、いつもなんか、引っかかって。なんか、有線の方が音がいいとかっていうのもあると思うんですけど。
やっぱどんどんね、良くなっていってるから、無線のやつも。多分、近い将来なくなるだろうなぁと思いますね。値段も下がってきてますしね、無線のやつね。はい。こんな感じで、まあ、短いんでね、9だったら9、こう数えてあげてもいいと思いますね。そんなに、大変じゃないと思うし。で、また立ち上がって、根元ですね、に入れて、こんな感じでね、編んでいきます。で、イヤホンに限らずね、ケーブル留めみたいな感じで使えると思うので、私やっぱりコードがね、すごい多くて、まあ、皆さんそうだと思うんですけどね、今ほら皆さんスマホ使われてるし、タブレット持ってたりとかね、うん。で、まとめるやつは、ダイソーさんとかでこう購入した、なんかマジックテープみたいなってやつ？あれでよくまとめてるんですけど、で、コンセントのそばはね、やっぱり、まあ今時大丈夫だと思うんですけどね、すごいもう安全にできてるから、大丈夫だと思うんですけど、で、万が一っていうこともあるので、あんまり系統のね、そのケーブル止めをコンセントのそばがどうかなって思うんですよね。まあされるときは本当に、まあでもどうなんですかね。私はあんまりおすすめできないけど、使ってないもの、電気が通ってないものでコードをまとめたいなみたいな感じ。ドライヤーとか、ああいうのはすごいいいんじゃないかなと思います。他のだと何だろう、使ってないやつですね。あとコンセントから離れちゃってたらまあいいかなと思うんですけど、まとめるやつとか。でもやっぱり毛糸って燃えるからね、もしなんかこう穴開いてたりしたらね、火事になったらほんとシャレならないですからね。それはちょっと気をつけてね、見られてください。まあ、発火事故ってね、よくニュースになってるけど、まあ、ほんと確率的にすごい少ないですからね。少ないんだけど、万が一っていうことがあるから、なかなかね、難しいとこですね。で、こちらがですね、いろいろね、やってみたんですけどね、このぐらいがベストかなっていうのが、5.5 センチなんですね。で、冷水糸で、この305で、20段ですね、これ。なので、20段編んでいこうと思います。はい、20段編んできました。で、糸始末をしていきます。こっちはもう編みくるんでるので、こうちょっと綺麗にしてあげて、カットすれば OK です。多分、このさ、こっちまで出しちゃった方が綺麗かもしれないですね。細いんでね、レース糸。途中で切ると、なんかピョコって出てきちゃうことがなんか多い気がします。まあ、ちっちゃいんでね、通すのもそんなに大変じゃないと思うので。で、カットします。はい、そしたらですね、ホックをつけていきます。これが1セットですね。この、ポコッと。これが2個と、これが1個と、これが1個。そしたらですね、綺麗な方の編み地ですね。こっちがじゃあ表にしようかな。1、2、3個目の穴ですね。ここに、これ。これを入れます。これがですね、あんまりね、編み目がね、
細かいとね、入んなかったんですよね。うん。あと、目がきつすぎても入んないと思うので、そういう時は、かぎ針を大きくしたりしてね、工夫されてみてください。で、ここの、この突起ですね、これが、ちゃんと出てないと入らないので、このね、周りのこの編み地をね、ちょっとこう、キュッキュッキュッと、これ細いやつですね。これ2号なんですけど、これでちょっとね、押してあげて、ちゃんと出てくるようにしてあげるとね、いいですね。そしたら、こっちですね。これはもうどっちでも、この、どっちでもいいので。で、こうしてあげて、で、結構厚みがあるものに結構無茶して通してるので、テーブルね、傷つかないように、こういう厚紙を引いてあげて、で、布とか薄いものだったら、これ手でパチンってできるんだと思うんですけど、結構硬いので、ここちょっとこう、乗せてあげて、で、こういう硬いやつですね。これ、セロハンテープのやつなんですけど。こう、押してあげると、手も痛くないし、で、こうやってちゃんとね、この穴がポコって出てきてて、こういう風にするとね、いいと思います。結構ね、力技で手でやろうと思ったらね、大変だったんで。で、こっちもですね、ここ、1、2、3個目。うん、やっぱりね、ちょっと入りづらいかな。うん、でも、レース糸だったら、他の糸に比べたらもう全然ですね。うん。で、ここちょっと押してあげて、ちゃんとこう頭がね、出るようにして、で、今度これですね。これ間違えないようにね。うん。ボコとボコを合わせてもダメなんで。で、ここちょっと乗せてあげて、なんかパチンっていかない時もあるんですよね。大丈夫かな？やっぱね、無理して、あ、取れた、そう。やっぱね、こういう風にね、取れちゃうんですよね。だからね、ちょっと、かなり無理してんでしょうね、これ。いや、でも、頑張る。パチンって言ってくれるとはね、いいんですけど。うん、なんかね、こういう鈍い音するときはね、あんまり入ってないんだよね。で、止めて、ちゃんと入ってないと、ほら、こういう風になっちゃうんですよね。そう、ちょっとダメなときは、他のに変えてみるっていうのも手だと思います。うん、音が鈍いんだよな。うん。大丈夫そうだけど。あとは、もうちょっと、こう気にしつつ、こっから開けてあげるっていうのもね、いいと思う。こっちは大丈夫なんですけどね。うん、こっち結構大丈夫。はい。っていう感じでね。それで、これなんですけど、これですね、この3本指で、こういう風に巻くんですね。こう。そして、ここ。ここが止めるとバラバラにならないので、これがね、一番いいと思った。そうするとちっちゃくなるし、ここがバラバラしないんですね。うん。こんな感じです。できました。だから、ここの長さは、
このリモコンがあるとちょっと今きつくなっちゃってるんですけど、こう作りながらね、はめてみて、段数とか決めていただくといいと思います。でね、数が結構あると、とにかくね、コンパクトにしたいんですよね。そう、じゃないとね、もう本当に収集つかなくなっちゃうんで。だからこのぐらいね、ちっちゃくまとめると、すごくね、いいんですね。で、これがもうポンポンポンって入ってても、あんまり迷子にならないし、邪魔にならないし、見つけやすいですね。で、これがレース糸だったんですけど、レース糸並みに細い糸って何だろうと思って、オパールですね、これ。オパール結構細いんですよ。なので、やってみたらできて、これね、これが付けられて、これがですね、オパールはですね、5号、50号ですね。これ。これで編んで、同じく9目。作り目は9目で。で、オパールの方がちょっと細い、ちょっと太いのか。太いので、18段で作りました。こんな感じですね。だから、オパールでもいけますね。ただ、ここのね、ところがやっぱちょっと、相性だったり、厚さだったりがあるので、ちょっと工夫ね、されてみてください。つかないときは。そうですね。オパールがギリなんじゃないかなと思いますね。で、あとは、これ、5号でやってなんとかこれがついて、4号だと目が詰まった分、編み地が厚くなっちゃうのでダメだったんですね。まあ、それも人それぞれの編み癖によると思うんですけど、だからね、ちょっといろいろ試行錯誤してみるといいかもしれないです。私はいろいろやってみて、現状これがいいかなっていう感じなんですよね。だから6号にしたらもっと薄くなるかもしれないし、まあ、5号でもね、こうやって付けられたって。まあいいかなっていう感じ。で、ほんとちょぴっとでできるから、余ってる糸とか。で、段染めなんでこう綺麗に模様も入るのでね、好きな模様のところとかで編んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。このイヤホンの色にね、合わせたりとかしても可愛いですね。で、これがですね、棒針の方が、生地がね、薄くなるので、こちらですね、セリアさんで購入したパフェっていう糸なんですけど、これね、結構細いんですけど、かぎ針でやったらやっぱりこの、ホックがつかなくって、でも皆さんがこうすぐ手に入るもの、糸の方がいいなぁと思って、で、これね、この1号針、棒針の1号で編んでみたんですね。ちょっと私下手っぴなので、あとちょっとずれましたね、これね。で、メリヤス編み、一応メリヤス編みなんですけど、ちょっとあんまり綺麗じゃないから、わかりづらいかもしれないですけど。ここね、くるんってなっちゃうって、前動画でもお話しさせていただいたんですけど、YouTube のライブだったと思うんですけど、多分マッシーさんのライブだったと思うんですけど、視聴者さんがですね、ここね、一段ガーター編みすると丸まらないですよっていうのを教えてくださって、で、私前の動画で5段ぐらいやろうと思ってたんですよ、ガーター編み。それもお話ししたんですけど、じゃなくて1段でいいんですって。あ、書いてあった。これね、斜めで作ってますね。棒針1号で斜めで作ってます。で、このくるんとならないのが、まず作り目を作って、表目を2回、2段。
したんですね。その後は3段目は裏で4段目が表、3段目以降はメリヤス編みで裏表裏表っていう感じで、最初の1段目と2段目だけを連続で表編みしたら本当にねくるんってならなかったね。ねえ、すごい貴重な情報をね教えていただいてどうもありがとうございます。で、あの好きな長さまで、まあこういう風にあのこっちと比較しながらね編んでいただいてもいいと思うんですけど、ごめんなさい、これはね本当に何段かは数えてないわからない。うん。で、最後に来たらまた表目を2段とかしてガタ編みになればくるんとならないんですよ。すごいですね。だからそれでこのホックつけていただくとできますね。でも靴下編まれてる方は多分フリーソックとかノビタとかあとオパールとか細めの糸ねたくさん持ってらっしゃると思うので、でこの少量でできるのでね、で棒針もお持ちじゃないですか、だから作ってみるといいかなって思います。まあイヤホンに限らずねコードをまとめるのには結構重宝するので、はい、ということで今回はとケーブルまとめっていうんですかね、ケーブル止めっていうのかなをね作らせていただきました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございます。よかったら高評価ポチッとしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。